京赤坂の TBS ラジオから生中継中。ライムスター歌丸、アフターシックスジャンクション、ミュージックゾーン、ライブ&ダイレクト。9月25日水曜日、時刻は7時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク、パーソナリティのライムスター歌丸です。そして世界陸上ドーハ現地取材のためお休みの日比真央子アナウンサーに代わり、いつもは木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙が代打パートナーを務めております。はい、この番組は様々な面白を発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラムです。さあ、ということでここから毎日様々なスタイルで生で音楽をお届けしているミュージックゾーンライブ&ダイレクト。今夜のゲストは大阪からお越しいただきました。今週末動物公園で開催される、この番組でもね何度もねお知らせしております、夏の魔物2019、in 埼玉にも出演されるクリトリックリスさんです。はじめまして。せーの、クリトリックリスです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。せーの、誰に向かって言ってる。ねえ、ということで、いらっしゃいます。お発言、お目にかかります。はじめまして。はじめましてです。はい。よろしくお願いします。はい。ね、スタジオに、第6スタジオ入ってこられて、普通にね、なんか、ね、近所に来たのかな、みたいな感じで。裸足で入ってこられて、T シャツに短パンで。なんかカジュアルな感じだなと思ったら、やおら、お風呂に入るテンションで服を脱がれて、ズボンを脱ぎ脱ぎされて。するとね、こう、股間に輝く、こう、テレビが。しかも、股間、おー、あ、いいですね。これ皆さん、すべて股間から鳴り響く、クリトリックリスさんのね、股間から鳴り響いてますからね。はい、股間にこれほどコードをつけた男はいるだろうかというね。なんかそこからエネルギーがこう、放出されてるような感じで。出てるんですね。パワースポットですね、まさにね。はい、さあ、ということで、改めてクリトリックリスさんのご紹介、ウナイさんからお願いします。はい、クリトリックリスさんは、スギムさんによる打ち込みソロユニットです。2006年、音楽経験の全くなかった36歳サラリーマンのスギムさんが、行きつけのバーの常連客とバンドを結成します。しかし、初ライブにメンバー全員がドタキャン。やけくそになり、リズムマシーンに合わせてパンツ一丁で行った即興パフォーマンスが話題となり、活動を開始します。体を張った過激なパフォーマンスと笑えるけど泣ける歌詞が特徴で、第一のキャッチフレーズ、下ネタのナポレオンを獲得。下町のナポレオンね。下町のナポレオン引っ掛けてね。下ネタのナポレオン。2012年、部長職だった広告会社を42歳で退社し、活動の幅を全国に広げ、年間およそ200本のライブを行うようになります。打ち上げには必ず参加し、最後まで帰らないことから、第二のキャッチフレーズが、酒相撲の横綱の称号を獲得します。2015年に初の全国流通アルバム、あなたの穴をリリース。2016年、自身をモチーフとした映画、光とハゲで主演を務めます。2017年にアルバム、ハゲコアをリリース。はい、フェスなどのサブステージに頻繁に現れることから、第3のキャッチフレーズ、サブステージの王様を獲得します。今年2月、自主制作でサードアルバム、エンドレススカマーをリリース。ミュージックマガジン4月号のクロスレビューで、10点満点中3点の酷評を得ます。入れなくていいでしょ、これ。いや、これ大事ですね。大事ですか？さらに4月、日比谷野外音楽堂でワンマンライブを行い、満員の大成功を収めています。すごいですよ、こんな極端なキャリアがあるでしょうかという。はい、そうですね、僕も自分でね、なんかすごいなと思いますね、今ので。いやね、もう波乱万丈というべきか。で、クリトリックリスさんのご出演ということで、すごくファンの方からですね、いっぱいメールが届いておりまして、はい。ちょっとご紹介させてください、大事な、はい、とこ。クララさん、先日の日比谷野音ワンマンライブ、九州の片田舎から駆けつけました。スギムさんの熱すぎるパフォーマンスを見て、このライブを見るために今まで生きてきてんだなと本気で思いました。飲みすぎと肝臓に気をつけて、これからもパンツ一丁で走り続けてください。あ、嬉しいですね、うん。ありがとうございます。とかですね、この方もね、この世界の片桐仁さん、アトロクにクリトリックリス、スギムさんが出る日が来るなんてと、私が初めてクリトリックリスさんのライブを見たのは2年前の那覇ですと、そのビジュアルに一瞬ひるんだのですが、愛嬌のある人柄とツンと響く歌に最後は完全に心を奪われました。大好きです。今年も沖縄に来てくれてありがとうございますと、スギムさんが出ていた映画 We Are Little Zombies も見ましたよ。 あれ出られてたんですね。出てました、はい、うん、借金取りの役ですね、はい、でいつか歌丸さんとスギムさんの酒相撲が見たいですと、ね、私もなかなか帰らないというのがね。あ、本当ですか。はい、まあ、だいぶ最近
おとなしくなっておりますけども。はい。はい。いや、実は、この番組の、これ出る30分前に、うん、スタッフの人に、ちょっといいですかって連れられて、レコード会社さんとかの懇親会に連れて行ってもらって、しこたま飲まされたんです。マジですか？ひどいスタッフです。何ですか、その会話。どういう段取りなんだっていうね。俺だ。ミッチー、ミッチーさんね。はいはい。DJ オフィスラブね。はい。悪質な人物ですから、気をつけてくださいね。いやいや、おかげでテンション上がりました。いやいや。ということで、まあ、ね、もうこのスタイルになって、ちなみに、股間にいつもテルミン。はい。つけてもう一回じゃあテルミン。テルミンそのものはね、テルミンのサウンドですけど、絵でお見せした。絵でね、股間をいじってるっていうのが事実上の状態というのがありますから。これ特注ですか、この。あ、これは側はあるんですけども、はい、もともと多分こういう使い方じゃないと思うんですけども、世の中でまあこういう使い方してるのは多分僕だけですね。はい。なるほど。いやね、股間にやってというスタイルですから。で、なんでも、クリトリックリスさんは、スギムさんは、オキテポルシェさん、尊敬されてるとのことで。あ、そうですね。尊敬っていうか、そうですね。僕もやっぱりソロで、こういう年になって、うん、もう今年50になるんですよ。で、そんな中で、やっぱこう、やっぱ多分、一般受けもしないだろうし、どうやって生きていこうかなって迷ってたんです。で、そんな時に、まあ、オキテポルシェさんが、同じフェスに出てて、はい、楽屋で札束を数えてたんで、あ、この人儲かるにゃと思って、ちょっと学ぼうかなと思ったんです。おきてさんが札束を数えてる、DJ オフィスラブさんどうですか、親しい。物販の売り上げ、ああ、なるほど、なるほど。はい、そうそう、物販がね、めちゃくちゃ儲かるってね、はいはい、自慢するんですよ。生臭いよ。そうそう、はい。それ見て、わ、すごいなと思って、あ、なんか目指すところは近いところにいたなと思って。はい、まあ、確かに、ジャンル的にはやっぱり近いラインというかね、我々も、いや、だから僕、なんか、クリトリックリスさん、なんで今まで会ってなかったのかなって気がしました、はい、本当に、正直。あ、ありがとうございます。はい、今後よろしくお願いします。はい、今後ともお願いします。はい。はい。ということで、今夜、この第6スタジオでどのようなライブを繰り広げてくださるのでしょうか。そうですね。今日はやっぱこの時間帯も7時台っていうことで、まあ、いつも初めにあったように、下ネタのナポレオンっていうキャッチフレーズは、多少ちょっと封印しまして、この時間帯にふさわしい、みんな、ご飯を食べながらでも、ちゃんと聴いてもらえるようないい曲を歌いたいと思います。はい。はい、ご配慮どうもありがとうございます。はい。さあ、ということで、お知らせの後は、クリトリックリスさんのスタジオライブです。はい。この時間は各社の提供でお送りします。藤田ニコルです。私ニコルンが初めてラジオの特番をやることになりました。ラックスプレゼンツ女性の輝きに限界なんてない、藤田ニコルと働く女性50人。実際に50人の方に来てもらって、仕事やファッション、恋愛の話や輝くためにしていることなど、いろんな話をしたいと思っています。働く女性50人のリアルな声を聞いて、みんなでシェアする特別番組です。現在参加者を募集しています。収録は10月26日土曜日です。詳しくは TBS ラジオのホームページをチェックしてね。藤田ニコルでした。さあ、それではアフターシックスジャンクションライブ&ダイレクト、今夜は打ち込みソロユニットクリトリックリスさんのスタジオライブをお送りします。よろしくお願いします。あ、上半身も脱いだ。あ、脱がしてもらいました。これが僕の清掃なんで。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。まず1曲目は、まあ、これは最近作った曲です。この8月に、東京初期衝動っていうクソ生意気なギャルバンとツーマンすることになったんですけども、そのギャルバンを叩きのめすために作った、老害末期衝動っていう曲です。いっちゃおうかな！どうせ俺らは早く死ぬ。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 若者よりも早く死ぬ。もう人生のやり直しなんて聞かないよ。今さら俺は勝ち組になんてなれない。努力したし我慢もした。残りの人生あと半分やのに、いまだに800円以上のランチが食えんな。報われない、報われない。音楽なんかじゃ報われない。最近の若手バンドに反骨精神ない。ホテルの窓からテレビも投げてくれない。ハーレーダビッドソンにも乗らない。ジャックになれる飲まない。そんなんでロックロールやってるんかい。求めてんのはアウトローから生まれる強い音楽。
あの頃感じた初期衝動、あの頃よかったな老害、あの頃最高やったな老害、セクハラごときで謝りたくない、昭和生まれパワハラパワー、どうせ俺らは早く死ぬ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 、若者よりも早く死ぬ。最近体の調子良くない、朝も肝心な時も立ってくれない、新聞の文字も読みづらい、お腹も出てきたけどもう恋愛することない、おもんない、先生おもん、テレビつけてもおもんない、ドラマに知ってる俳優出てこない、 AKB もジャニーズもわからない、野球選手と女子アナの恋愛なんかにも昨日だと JK が絡む AV の方が夢あると思うよ、求めてんのはカリスマ性や浮気豪遊タイマー系のためやで、パンツの中にコカイン隠してたあの昭和スター、あの頃感じた初期衝動、あの頃よかったな老害、あの頃最高老害、気に食わんからもうとことんクレームや、お前らには込みないパワハラパワー、どうせ俺らは早く死ぬ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 、若者よりも早く死ぬ、時間がない、金もない、何にもない、もう何とでもなれや、どうせ俺らは早く死ぬ、どうせ俺らは早く死ぬ、俺らは早く死ぬ、どうせ俺らは早く死ぬ、若者よりも早く死ぬ。すごい、すいません、あのエネルギーが家庭でいろいろくつろぎのお時間に、すいません、次からちょっとテンションを下げてきます。いやいやいや、もうエネルギーもらいました、ありがとうございます。じゃあ次はちょっと可愛い歌いきます。マリちゃんと熊のアーノルドっていう歌です。僕は熊のアーノルド、マリちゃん三つの誕生日の日、おもちゃの国からやってきたぞ、僕とマリちゃんはとっても仲良し、だから何でも知ってるよ、好きな男の子がいるんだよ、嫌いな女の子がいるんだよ、好きな男の子が嫌いな女の子のこと好きなんだ、マリちゃんはその太い腕で僕の首を絞めて言うんだ、もう世の中なんて終わっちまえよ。僕は熊のアーノルド、マリちゃん三つの誕生日の日、おもちゃの国からやってきたぞ、おかえりマリちゃん、早かったね、今日は楽しみにしてた愛席酒場の日じゃなかったの。マリちゃんってさ、結婚したらいいお母さんになりそう、一途ってタイプだよねとか言っときながら、なんで連絡先聞かれないんだろう。マリちゃんは言ったよ、私の王子様はどこにいるのよ。僕は熊のアーノルド、マリちゃん三つの誕生日の日、おもちゃの国からやってきたぞ。今日はマリちゃん40歳の誕生日、僕も37歳になったよ、深夜マリちゃんはずぶ濡れで帰宅したんだ、パンプスを脱ぎ捨てると
スーツのままベッドに倒れ込んだ。震える手でウォッカを飲み干して言うんだ。上司との不倫がバレて飛ばされる。僕は熊のアーノルド、マリちゃん三つの誕生日の日、おもちゃの国からやってきたぞ。マリちゃん遊んでよ。僕の鼻はもげて、体はやに臭くって、洗っても白くならない。まるでマリちゃんの心のように、今日は引っ越しの日、旅立ちの朝なのに、僕はゴミ捨て場で目を覚ましたんだ。ブスのくせにプライドの高い女マリちゃん、そんなマリちゃんを愛し続けたんだ。ありがとうございます。次はカレーの歌いきますね。このために作ってきました。イエーイ。夕日は福神漬けの色、遊ぶんやめて走って犬帰る。お鍋コトコト、おかん今日のご飯何？おお、カレーライスかな。俺今日学校で初めて逆上がりできたよね。えらいな。じゃあ人参も食べれるようにならんとな。人参餃子よそっとくで。カレーアイス。他俺人参嫌いなの知ってるやろ。あんたを甘やかして育てすぎた。これから辛口カレーライス。カレーカレーカレーライス。もう慣れたな。コンビニ弁当下げて帰る。隣の家族から聞こえる笑い声と、野菜を煮込むに良いカレーライス。例えば実家におるときは、おかんが今晩何食べたいってよ聞いてきよったな。何でもええわって答えたら、大体その日はカレーライス。ほんまはうなぎが食いたかったけど、家族で食卓囲んだ思い出カレーライス。カレーカレーカレーライス。イエーイ。カレーカレーカレーライス。イエーイ。カレーカレーカレーライス。おかんの作るカレーライス。安い食材集めて作ったなんてことない素朴な味。けどなんでやろな、無性に食いたくなんねんな。外で食った方がうまいのにな。カレーライス。見よう見まねで作ってみたけど、再現できへんあの感じ。なんかが足れへん、なんかが足れへんねん。教えてアレクサ、カレーライス。仕事で失敗しても食べたら元気出た、カレーライス。カレーカレーカレーライス。カレーライス。カレーカレーカレーライス。おかんの作るカレーライス。今度の休みに会いに行こう。久しぶりにおかんに会いに行こう。何食べたいって絶対聞いてくるから、いつものあれいつものあれ、カレーライス。そんなスパイスなんかいらんでええねや。いつものあの野菜のゴロゴロしたあれでええねん。もうまずいなまずいな言いながら、目に涙溜めて3杯おかわり、カレーライス。おかんも年取ったの、あと何年食えるこの味。カレーライス。カレーカレーカレーライス。カレーカレーカレーライス。
最後1989っていう曲です。オーダーメイドのスーツを身にまとい、仕事帰りショットバーで一杯、そんな頃もあったな。自分の可能性を試すために会社を辞めて4年、あれだけ届いとった年賀状が今年は4枚。久しぶりに再会した仲間、面倒を見てやった部下が今では課長、あなたのおかげで今の私があります。そんな恩着せがましい会話が嫌で、飲み続けることで口を塞いだ。こっそり俺の分まで会計を済まし、明日がありますから失礼しますって彼は去っていく。俺の明日はどこに。夢の賞味期限は想像以上に短く、随分前に腐って捨てた濁ったレンズの奥底にフラッシュバックとなって蘇る。ミラーボールの輝く太陽、光のシャワーが降り注ぐダンスフロア、ギャルソンのスーツで踊るマハラジャ、カクテルクラスで飲み干すマティージ、クリスタルホワイトのソアラで駆け上げるロッコー、ヴィーナスブリッジから見下ろす100万ドルの夜景、何より赤かったあの子の唇、俺を照らせ1989。風に煽られ街灯にしがみつきうずくまったら、見知らぬ若者が背中さすってくれた。この瞬間世界で一番酔ってますねって笑いながらさすってくれた。その横を流れていく人波、スポットライトは主役を失い俺のゲロを照らしとった。たどり着いたネットカフェ、朝日を知らない 1.5 度のこすり店、モニターの光で眺めるコミック、あの頃課長やった島工作会長になってる。夢の賞味期限は想像以上に短く、随分前に腐って捨てた濁ったレンズの奥底にフラッシュバックとなって蘇る。ツインターまで加速する、ちぎっこが使えない、跳ね上がるデジタルサポメーター、ウーハーを鳴らすインナーシティのキッズファン、リンクしてダンスするイコライザー、キャラメルリボンでホッピングしてはおかさね、午前1時のプライベートパーティー、生駒山頂で2人で見つけたコラに俺を照らせ1989。ふとお母ちゃんの声が聞きたくなって、半年ぶりに実家に電話した。近所の布団屋やタバコ屋が潰れてショッピングモールになるんやってさ、そんなどうでもええ話にイラついて、俺は頑張ってるよって電話を切る。ミラーボールの輝く太陽、光のシャワーが降り注ぐダンスフロア、ギャルソンのスーツで踊るマハラジャ、カクテルクラスで飲み干すマティーニ、クリスタルホワイトのソアラで駆け上がるロッコ、ヴィーナスブリッジから見下ろす100万ドルの夜景、何より赤かったあの子の唇、俺を照らせ水さん、スタジオライブでした。ありがとうございました。いや、本当いい曲ばっかりですよ。本
本当に胸を打つ曲ばかりです。本当に全部がそうでした、うん、ね、意外な、ね、ありがとうございます、うん、でなんだけど最後に必ず股間のテレビに着地するっていうね。そうですね、テンションが上がったらやっぱ触っちゃうんですよね。いやでも本当に胸打つ曲ね。もう4曲全部打たれました、うん、ね、本当ですか。はい、アーノルドとかも分かってくれます。いやもうだってなんか すごいですよあれね、ストーリーテリング的にも本当にね。小さい時からマリちゃんが最後、ね、うん、ミミちゃんですよ。だからうなぎさんにとってのミミちゃんですよ。私は捨てたわけじゃないけど、スペインでね亡くなっちゃった、お別れしたタイミングだったわけで、うん、誰にとっても切なくなっちゃった。誰にとってもアーノルドはねあったかもしれないですからね、うん、ありがとうございます、うん。なんか意外なみんなの反応で嬉しいです。いやいや、本当に。でもすごくね、実は反応もこれ、こんな感じでストレートに、例えば犬ちゃんさんが、知ってはいいけど、ルックスから遠ざかっていましたと、今、ラジオの前で泣いちゃってますとかですね。あとね、吉田氏さんも、アトロクでまさかクリトリックリスさんのね、ライブが聴けるなんてめちゃくちゃ感動しました。大好きな1989が聴けて嬉しさしかありません。一曲一曲にストーリーがあり、それにすごく感動します。クリトリックリス大好きだとかですね。ありがとうございます。はい、白ブリーフでシンギインザレインさんは、魂の叫びがビンビン伝わりました。ライブ最高じゃないですか、というね。で、クリトリと言ったら予測変換でクリトリックリストちゃんと出てきましたっていうね。ああ、うん、嬉しいことばっかりですね、なんか。そう、いや、でも本当にすごい。あと、これをでも、ワンマンとかで、その、夜音とかでやりきるの大変な体力じゃないですか。一曲一曲。いや、ね、でもなんとかできるもんなんですよね。うん、なんか、やっぱ、僕のテンションというよりも、お客さんが勝手に酔っ払ってくれて、盛り上がってくれるんで、うん、お客さんたちも横綱たちが、そうですね、お客さんに毎回救われてる。盛り上がる曲だけど、多分その中に涙流してる方も、いや、そうでしょう。たくさんいるんだろうなって思うぐらい、メッセージが。本当の意味でブルースですよ、これすごいですよ、本当に、ね。ありがとうございます。いや、すごいです。でも最後にちゃんとテレビに着地っていうところに、何かの安心感も感じる、股間をいじり出すっていう最後に。そうですね、もう、これありきでやってます。いやでも本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや噂にたがわぬ凄さですね。やっぱクリトリックリスさん、すごかった。いえいえ。はい。ということで、クリトリックリスさんのサードアルバム、エンドレス、エンドレススカマー。スカマーですよね。エンドレススカマーは絶賛発売中でございます。はい。そして、ライブ、まず、夏の魔物インサイタマがもう迫ってますね、9月に。そうですね、今週土曜日。何時ぐらいですか、出番は、クリトリック。僕で1番目なんですよね。おー、終わったんですよ。はい。じゃあ、これはちょっと見逃さずにいかないと。はい。ですね。はい。はい。そして、10月29日の火曜日に、うん、これ平日なんですけども、はい、この日がちょうど僕 の50歳の誕生日なんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。その日にワンマンライブっていう形を、うん、渋谷クワトロで、はい、ゲストでビリーアイドルさんを迎えて、はいはいはい、やらせてもらいます。おー、ちょっとこれ駆けつけたいの山村君、ちょっとこの放送って僕行けないけどいいな、行ってくれるかね、はい、ちょっといずれちょっとまとまった、またいずれ本当にお願いします、はい、ライブ拝見したいです、はい、素晴らしかったです、本当に。いやいや、とんでもないです。いや本当にオフィスラブさんがすごい太鼓判をして送り込んできた資格だけあって、やっぱさすが素晴らしいです。やっぱりいやなんかやっぱり東京は違うなと思って、うん、以前KBS 京都さんの番組で、同じようにスタジオライブやった時に、森脇健児さんが最低点の0点っていうのを出したんです。それはまあまあある意味勲章というか、森脇さん的にもね、そこはもうあえての愛の中で、ね、あえてのねあれかもしれないです。そういう中ではあ本当になんかさすが歌丸さん、ありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。はい、素晴らしかったです。はい、ということで、あんまりね、あんまりこうやってストレートに褒めるのも困っちゃうかもしれない。ということで、今夜のライブ&ダイレクト、ゲストはクリトリックリスさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。また、はい、ありがとうございました。